はい、順次です。では、I wanna be the heaven trap、リョータさんと同時進行 I wanna の続きをやっていきましょう。で、今回ね、もうファイナルタワーですから、おそらくもうラストだと思うんですよ。うん、もう大詰めだと思うんで、ちょっと、あ、待って。そうですね。進めていきたいんですが、もしかしたらコンパとか、まあ、コンパとかもしくはジパートで多分最終回になるんじゃないかなと思います。じゃあ頑張っていきましょうか。なんかね、クラシック直前にやってたら、ちょうど今拡大ステージやってて、そうするとしまった、すごくなんかキッド君が小さくこんな小さかったっけって今感じてプレイしてますね。よ、ここさ、どうしようか。やっぱ今みたいな行き方か。あ、でもこれさ、上足すいけますね。あ、でも足すする。どっちも行ってみたいですね。足すでもやりたいし、ただこれ、あ、3回ね、3回やるだけ、やるだけって言ってもこれ3回って結構、ほっ、きた、ほっ、あー、もうなぜそこで。そうだよね、やっぱり、よっ、よっ、よっ、あ、きたきたきた、よし、で罠なければセーブと。ですが、ちょっと多数ルートもやってみたいんですよね。多数行ってぐるっと回ってまた戻る感じでセーブを取るとね。じゃあちょっと戻ってやっていきましょうか。多数だから 1個は超えなきゃいけないんだよね。だからここでで1個超えて、あ、ちょっと待って、ワンチャンスしかないぞ。1回で乗らないと、来た、よしよし、 OK で、こう、 OK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 。はい、まあ2ルートありますね。でこんな感じでいくと、私ちょっとね、このマップ見た時に思ったのが、あ、そこから上のリフト乗って、あー、いけんじゃないかなと思うんですよね。多分いけるんじゃない。ここよし、ここからですね、こういう感じ。あ、いけるいける、今のでいけますね。今ので引っ掛ければ登れて多分いける。ここから多分ね、ほら、行けた、行けましたね。こんな感じで右にも行ける。よし、とりあえずこのショートカットはショートカットとして、まあ通常ルートでまた、あ、行け、よよし、じゃあ通常ルートでもまた行きましょうか。まあ通常は通常でまたむずいね、これ。あーっと、火が結構残ってる。よし、これさ、正規ルートの方が難しくない？そんな気がする。あ、来た来た、オッケーオッケーオッケー。ここまで来れれば多分いけると思うんだよね。そうね、うちょ、うわ、嘘でしょこれはよし、慣れてきたな。でここもオッケー、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー。であとはいつも、嘘、そこでミスっちゃダメよ、危ない。ここいつも危ない。オッケー、そしてここね、よし来た。さてあとはそこね、うまく乗ればいいだけ。よし来た、いいかな、やったー、これだ。あ、ここあれか、本家でいうと迷路のところですね。まあどうやっていくか、まあいろいろ行ってみましょうか。こっちは、あ、ない。まあそんな感じでこういろいろと行ってみないといけないと。あー、そこもダメ。どこだろうね。あ、そこ入れる、よ、入れる。あ、違う。としたら、これ、ここか。あ、違う。したらもう、こっちの方だよね。あ、上か下かの分岐ね。あ、また、これダメ。雑になっちゃダメよ、雑になっちゃ。どんな時も。多分、ほっ。よし、さて、こっちは危ねえ、危なかった、間一髪。あ、でくっつくのか。あ、そんなに、これ多分上じゃないかな、ちょっと上の気がする、多分。あ、違ったよ。あ、待って、変わり目針かもしんない。まあとりあえずどうしようかね、下ルート行ってみよっか。下ルート、ほ、あれ、あ、下ルートはもうないのか、これ。
あーそういうことか。OKOKOK。 あ待って、違うわ、そういうわけでもないな。ちょっと待ったよ、なかなかの、よし、なかなかですね。あぶね、また当たるとこだったな。今度下行きましょう。ここからこっちは、あ違う、どこだ、ターンターン、そしてここもターンターン。 OKOKOK。 これ下はどうかな、なんかあるかな、とりあえず行くか。 あるわ。あーそうなってますか。ターンターン OK でした。こっちから行ってみる。これ多分真下がそうだよね。であこれダメかもう。あダメだな。あってことは左か、さっきのとこで良さそうですか。オッケーで、ここがちょっと難しい。おし、来た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 。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。これはやっぱりあるね、変わり目。今、どこだろう、どこ、あま、ええこれ違うんだ。としたら、わかった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 ぞ。多分ここで合ってんじゃない、やっぱり。いややっぱりじゃないけど、こ、あれ、あそうね、そっちに針があるから、これできて、うわー、よしよし、そしてこれはですね、むずいね。よしで多分右だと思うんですよ。だからこういって、ちょっと OKOKOK。 危ない、ここよし、でつるつるつる、よし OK、 いいね、いい感じよ。多分これで合ってると思う。でこれつるでいけると思うんで、ちょっそうなってるか、これでいいんじゃない、多分合ってると思います。よしでするじゃん、よし来たぞ、また来た。でここね、火柱が次のここはないから、よしよしよし、いいぞ。多分罠はないと思うんですよ。でここ天井当たるから、ターンターン、よし、えっ、あそこ下行ったよね、なんか動く？ここちょっとなんかあの罠があったりギミックがあったりするから、まあ、もしかしたらという可能性はあるよね。ここはこれは違うよね、さすがに下。来たぞ来たぞ。ここ雑なんだよ。すぐに変わり目ジャンプ来た。で多分右だと思う。でもなんかそこを降りられるかな。あやっぱりか、左かな。じゃあ左か、結構迷路ですね。難しいというか、こんだけ迷路になってるとちょっと難しい。きた、どうだろう。あやっぱなってるね。よし合ってる合ってる、多分これ合ってるぞ。こう来るのか。よし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 、これどうなってたっけ。いやー怖い、えっ、いやー炎か。でも合ってる合ってる、いけるいける。んでここが上下針になってるから、こそう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 、いいね、いい調子だぜ。そして一応炎がない時にいけ、よしでターンターン OK、 大丈夫で、ブロック、こっちで合ってるよね、多分多分。うわちょっとそれは、次でいけそうだな。まあ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 、すごい燃え盛ってんな。しかしよっ、OKOKOK、ターンターン OK。 さてここまで来れれば、あとここちょっと怖いけど、よしあとはいけるでしょう。おし来たぞ、大丈夫かこれ。あ来た、 OKOKOK。 うん、また激しい BGM のとこ来たな。なんか
戦闘 BGM ですね、これまさに。すごい、あ、でもなんかやったことあるような。あ、しまった。ほ、なんかこれやったことあるような気もするけどね。よし、あぶね。よし、あ、またまた。うわー、考えずに飛んじゃったな今。ここ結構むずいでしょう。よし、まあでも一回分かっちゃえば。来た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 、よしよし、いった、いいね、いい感じ。あ、やっぱりこれやったぞ、カミリア2でやった。そうですね。あー、でこれなんかなんかあったよね。あ、ちょっと待って、よいしょ。そしてこう来て、危ない。よしよし、これ結構また、よーし、これだぞ。なんか罠あったよねこれ、確かあったと思うんだよ。カミリアつん時あったよね、なかったっけ。でここがウィーンって、あ、違う、あれ、うーん、うん、まあいいか。なんかあったような気がすんだよね、罠なかった？あ、やばいやばい。ちょっと待って、慎重に行こう。危ね。そこもリフト出てるから、あれに狙って。よし、あっ、やっぱあったよ。なんかあったと思うんだよね、と。すぐジャンプ。なんかちょっとこうドラクエみたいな BGM ですよね、これ。思ったのは。よし。いいね。さて、で、あとは。罠出し、罠じゃないわ、トラップ発動させ、トラップじゃない、ギミック出して、そこ乗ったらすぐジャンプね。だからよし、 OK で下も行くよ。 OK、 なんかあったよね、なかったっけ。よし、 OK、 あぶね、あぶね。いや、なんかこれ穴の抜けるでしょ、どっか2個飛ばしぐらいでいく？その方が安全だよね。あ、いや、安全かどうかわかんないけど、多分割と回避できるんじゃないかなと。よし、来た。頼むよ。いけるか。おお、え？ちょっと待ってね。セーブがないね。怖いんですね。これどっち？え？なんかそこ、これ上で合ってんのかな？まあでも壁あったしな。どうなって。あ、一応ありますね、セーブ。ってことはあれで撃って、ちょっと待って、一回撃たして、よし、これで一回探索しよっか、下まで。あ、いける、ん、多分上上がってこれるでしょ、これ。あれ、出てこない。あ、ん、どうなってるこれ。今どこにいるんだろう。あれ、まあ、少なくともこの左と右の穴は違うってことね。そうですね。で、ちなみにちょっともう、あの落とし穴はちなみにあるかだけ調べますね。どうしようかな、パート。このままなんかボス戦っぽく、あ、ないね。どっちにしろ落とし穴的なトラップはなかったのか、ここは。でもあの右側のあそこの入り口なんかあるよね。これなんだろう。あーっと、あ、そうそう、これ多分これ一段登れてるよね。どこにいるかだ、わかんない。なんかいろいろやってるんですけど、なんか上に上がってこないんで、すぐ下に降りてっちゃってるんで、落ちてってきてるんですよね。まあいっか。じゃあここから中入って、なんかボス戦のような気もします。あ、これ上いける、いけないか。ボスだったらどうしようかな。一回どうしますかね。まあボス戦だったとしても、道中だったとしても、そうですね、ちょっと時間も時間ですし、多分エンディングもあるとすると結構長くなっちゃうんで、パート区切りたいかなと思います。ということで、まあとりあえず入っていこうか。どうかな。あ、ボスだ、ボス。ヘブンということなので、悪魔かな、なんかデビルキッド君みたいな敵ですね。でちょっと一回戦って、ここから、まあ、このボス戦、それからエンディングはジパートに、あれっていうか何もしてこないけど、どういう
かな。あ、目か、目ね。よく、あー、なるほど、わかりました。ちょっと待った、え、一発撃ったら戦闘開始ってことね。オッケーオッケー。ちょっと結構難しくないかこれ。体力あるね、またちょっといけるとこまで。とりあえず1試合だけやります。1試合だけやって、待って待って、あ、でもゆっくりやっていけば勝てんじゃないこれ。そうね、多分。あー、今1個引っ込んでたね。青は何。あー、まあいいか。ちょっと、まあどっちにしろ体力多いな。あー、パターン増えてきてんね。よし、まあでも頑張ろう、頑張って。いや、ちょっと結構体力あるなこうでかいタイプのキット君はもう、んー、どの作品もラブトラもしかり体力があるのね。あ、待った。あー、今のかわせそうだった気もしたけど、ふう。じゃあ次回はね、このデビルキット君ラスボスですかねと戦っていきたいかなと、思います。ってことは次回が最終パートかな、多分ですかね。よし、じゃあ次回頑張っていきましょうですね。 OK よし、リョータさん、まあ、一緒にね、こうクライマックスを迎えて、まあ、このね、強いボスを倒して、無事こう完全クリア完走を目指していきたいなと思いますので、頑張っていきましょう、リョータさん。ということで、次回もね、ぜひご覧ください。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。